高知競馬12レースファイナルレースです。グラフの見方ですけれど、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。まず20マイル打ちました3番からです。この前4走前に黄色線を10上回る優秀な指数を出しました。昨年の秋以前は安定して黄色線を上回る指数を連続しています。特に昨年の夏には黄色線を30近く上回る指数を出しています。能力は相当高いです。ただし近3走は大きく指数を落としています。ここからの復調があるかどうかが鍵になります。前場比較してみます。3ヶ月以内で見ると、この馬の4走前が頭一つ抜けていることがわかります。過去1年全体を見ても、ほぼ同じ、能力を持っているということがわかります。丸落ちました6番。この馬も、3番と同じぐらいの能力を持っています。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸、今回は1004です。900でも高い指数、1003でももちろん、高い指数を出しています。なので、900から1800、いずれも指数のピークを記録しています。距離は万能で、問題、ここも1004も問題ないと思います。展開面を見ていきます。一攫通過順位はオレンジ色の四角になります。高指数の時は2番手から3番手につけて、高指数を出しています。先行できるかが鍵になります。先行力分析シート見ておきます。一攫予想図ですけれど、逃げ馬は不在です。先行タイプが4頭ということで、スローペースを予想します。先行力で相当しますと、この馬は先行力3番手です。しっかり先行してマイペースの競馬ができそうです。次に、丸を打ちました6番の馬です。黄色線を上回ったのは金走では、昨年末の6走前に逆らのぼらないとありません。ただし、昨年冬以前は黄色線を20から30近く上回る指数を連発しています。単純に能力で言うと、20まで打ちました3番と引けを取らない能力を持っています。距離を見ていきます。距離ですが、1003よりも、1004で指数を上げる傾向があります。なので、1004に今回距離延長はプラス評価です。展開面見ていきます。この馬4番手以内につけて高指数を出します。先行した方がいいです。先行力を見てみると、この馬が2番手です。ここはしっかり先行できそうで、展開面ではプラス評価をしていいと思います。馬体重を見ていきます。この馬ですけど、高走時と比べ前走は20キロ、10キロから20キロ重い、軽いですね。軽い、馬体重で走りました。で、この好調時からずっと馬体重を減らすに従って指数も低下傾向です。馬体を戻してくればプラス評価していいと思います。黒三角打ったのは2番です。4走前に黄色線上の指数をマークしました。能力的にはちょっと上位2頭には劣るとは思います。距離を見ていきます。この馬ですけど、1003よりも1004で指数を上げる傾向があります。距離の面ではプラス評価していいと思います。展開面ですけれど、オレンジ色の四角を見ると、後ろからの競馬が多くなっています。
上がり指数は青色の、白抜きの青丸になりますが、非常に高い上がり指数を、マークしています。しっかりした差し足を持っている馬です。ただし今回スローペースが予測され、差し切れない可能性が高いので、展開面ではマイナス評価をする必要があると思います。その他の馬も見ておきます。白三角打ったのは7番です。6走前に黄色線上の指数を出しています。均走指数は回復傾向です。距離を見ますと、1003よりか1004の方が高い指数を出しています。この馬も差しタイプで、展開面ではマイナス評価する必要がありますが、3着候補として抑えたいと思います。×を打ったのは4番の馬です。休養前の2走前に、優秀な指数を出しています。その前の昨年夏頃なんですけど、ここは黄色線を20以上上回る優秀な指数を連続しています。能力的には20丸打った3、対抗の6番と、ほぼ同じだと思われます。今回休み明けの叩き2走目で上積みを期待、上積みがあれば頭までありそうです。もう1頭、黒の星を打ったのは11番の馬です。この馬、指数が右肩上がりの傾向があり、この馬4歳ですが、4歳の今も成長中だと思われます。成長分の上積みもが今回あれば頭まで警戒していいと思います。最後に、能力偏差値を見ておきます。B ランクが2と3番と、2番です。この2頭に加えまして、 C ランクではありますが、丸を打ちました6番と、黒星を打ちました11番、D ランクではありますが、×を打ちました4番、ここまで5頭、この5頭が横一線だと思われます。